加賀屋神殿会場は、大阪府大阪市住の駅南加賀屋に所在した、かつての神殿の経営拠点となった屋敷。屋敷跡が、市から史跡に指定され、複数の建物が有形文化財に指定されている。1707年の山和川の付け替え工事によって、その新たな川口部分に土砂が堆積し、干潟が形成された。この地を干拓する。 神殿開発を財力ある商人が受け負うことになる。その一人、加賀谷神兵衛は1680年現在の富田林市に生まれ、淡路町の両外省、加賀谷に奉公し、35歳で独立1723年から神殿開発に携わった。後に両外省を廃業し、新田開発に専念。1754年に大館の検知を受け、 香谷神殿と名付けられた。その経営拠点として、東海所が建設され、敷地面積は4822平方メートル。会所としては役割を終え、香谷や緑地として公開されている。東海所は、商家の別宅であり、かつ、文人木閣が集まるサロンの位置づけであったため、芸術性の高い建築物や庭園が建造された。2001年12月21日、 大阪市から有形文化財史跡に指定された。ありがとうございます。